どうも、夜分遅れ入ります。ピヌさんです。今日は3月最終日ということなので、伊東をね、狙いたいなと思います。なのでね、伊東が釣れればそのシーンをね、動画に入れたいんですけど、まあ釣れなかったら何にもないですね。動画自体は結構短くなるんじゃないかなと思います。今日は長くても1時か2時くらいまで粘って頑張ってみたいなと思います。あれ、今日星が見えるのかな？ふうこさん。え？この素敵な天体ショーを一緒に楽しみましょうね。え、星にまつわるレシピ。あ、ありがとうございます。え、なんか音がするよね。チリンチリンみたいな。え、ちょっと待って。うわ、星流れてる。星流れてた、今。え、どうしよう。伊藤なんか釣ってる場合じゃねえ。星めっちゃ流れてる。え、頂上に登らないと。一番いいところでみんなで見ようよね。あ、めっちゃ流れてるよ。あ、こっちかな。はい。うわ、なんか A ボタンじゃなかったっけ。あれ、え、終わり。あ、来た。今、なんか A ボタンを連打しております。うおぉ。あれ、A ボタンだよね。B ボタンだっけ？いや、今回は A ボタンを連打しよう。うん、ちょっとね、ゆっくり、流れ星鑑賞会しましょうか。おお、来た。もう終わったのかなって思ったんだけど。おお。いや、すごいね。いいね。ええ、もしかしてと思ったんだけど、丸太に乗ってる時はダメなんだ、お願いが。じゃあこれからはちょっとお願いをするために粘りますね。もったいなかったね、なんかね。
さて、まあ流星もこれくらいにしますか。まあね、まあそう簡単には釣れませんが、アサリをね、取ってきて、餌に変えたいと思いますね。そしてまたここに来ます。今日はなんか釣れそうな気がするな。さて、餌を、まあ、22個ですね、作ってきましたんで、まあ、頑張って狙いたいなと思いますね。今日はね、いける気がする。でも。ブラックバース。おー、ゴールデントラウト来た。いいな。結構珍しい魚が来ましたね。持ち物がね、いっぱいになってきたんで、ちょっと整理してきまーす。お、これは、おお、伊藤を釣り上げた幻の魚来たー。やったー。16回目ぐらい。ちょっとね、流星と共に映りたいよね。映れないかな、うまくして。おお、流星すごい。この状態で流星を来るのを待ちます。もしかしたらこの状態じゃ来ないのかもしれない。なんか魚がかわいそうだな。やめよう。やったー。思ったより早く釣れてよかった。ちょっと餌残り使っちゃいましょうか。はい、これで餌をね、全部使いましたね。ゴールデントラウトが釣れました。これが3匹目かな。うん。風太さんのところ行きましょうか。
ふうたさん、伊藤を釣ってきました。伊藤、いいんですね。やったー。インビでちょっと見せた事情が。あ、お願いします。日本で、伊藤はね、行く時間をかけて暮らす長寿の方で、10年間生きています。へえ、15年くらい平気で生きるのか。泣くんでいるであって、ただの地区、見れとるところをかけたでいるか。うん。クローと本田、泣けてんつはまつし。もうかつさんも、いいのかしでなんで。滝太郎かな、熊を飲み込んだ伝説。なるほど。はーい。展示室見に行こう。間に合ってまーす。はーい。あれ？あ、伊藤ここなんだ。へえ、中流域の魚なんだ。まあ、てっきりこっち側だと思ってたんだけど。はあ、迫力がありますね。まあでも湿原とかで釣れる魚ですからね、伊藤は。へえ、やったー。思ったより早く釣れましたね。なんとかギリギリ3月間に合いました。よし。で、明日からはね、もう4月になるんで、4月になったら、また新しい魚とか虫とか増えるかもしれないですね。今日のところはこの辺で終わりにしましょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。今日がいい日でありますように、ピヌさんでした。